それでは東部日本ダンス選手権プロフェッショナルラテンアメリカン部門で優勝されました野村直人と山崎かりん組です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本日伝統ある増岡杯で、2度目の受賞でございます。歴代のチャンピオンと並んで称されるお気持ちはいかがでしょうか。やはり、特別で光栄な気持ちでいっぱいです。昨年度は出場ができなかったので、その前年度ですね、1年越しに受賞させていただくことができて非常にありがたく思っております。また、日本のこの舞台で踊ることができ、とても皆さんに応援していただいて、とても楽しく踊ることができました。ありがとうございました。ありがとうございます。今年1年を振り返ってお二人にとってどんな1年だったでしょうか。そうですね、国内外ともに、厳しい戦いだったと、思っております。何度も何度も悔し涙を飲んだり、もう本当に全て投げ出したくなったこともあったりはしたんですけど、そんな中で応援してくれる、皆様や、一番やっぱりパートナー、そして、いつもお世話になっているコーチたちに励ましていただいて、少しダンスの、真髄に近づけたのかなという年になりました。まだまだですけど、これからもダンスの、楽しいところを自分たちでやっぱり研究するだけじゃなくて、周りの人にもこう伝えていけるように頑張っていきたいと思います。特に今年はダンスの楽しさを2人でより実感できて、2人で踊る楽しさというのを、実感できた年だと思います。ありがとうございます。海外で活躍されるために日本にいる時にでも、特に気をつけていることなどありますでしょうか。いや、海外に活躍するために日本にいる時というよりかはもう、今年度はもう、年の大体4分の1か3分の1ぐらいは海外にいたので、もう日本でも海外でも自分たちのベストを出せるようにはなってきたのかなと思っています。やっぱりそういった意味で、初めて行った頃なんかは、海外に行くとすごい、わあすごい周り上手な選手いっぱいだって言って緊張することもあったんですけど、最近はそういうことも少なくなってきて、もういきなり海外の大会に出ても自分たちのベストの踊りを出せるようになってきたので、それを続けるだけかなと思っております。環境に左右されずに日本でも海外でも同じような強い気持ちを持って取り組めたんじゃないかなと思います。素敵なコメントありがとうございます。お二人の踊りでここを見て、そういうストロングポイントなどありましたら教えてください。やっぱり、自分たちそれぞれにストロングポイントはあるんですけども、2人が踊った時に、生まれる 1+1 は100みたいな、ちょっと無理やりな表現ですけど、2になるんじゃなくて、2人で踊ってるんじゃなくて、それがもっともっと広がって、2人でしか出せない雰囲気空気感を作ることだと思っております。100という数字初めて聞きました。いや、1000でも1万でも頑張ります。それはこれから。失礼いたしました。やっぱりダイナミックさっていうのはまず一つありまして、それから生まれる、ダイナミックの作り方が2人で作っているっていうところが注目していただきたいなと思ってます。ありがとうございます。それでは来年のお二人の目標と、こちらの視聴者の皆様に向けてメッセージをお聞かせください。はい、2022年度は、本日で、大会が終わるんですけども、まだまだ、2022年残ってます。自分たちの、進化とさらなる進化とで、来年に入るとすぐ、UK チャンピオンシップ、UK オープンですね、イギリスでまた大会があるので、それでまずはライジング決勝3位以内で、本戦はセミファイナルに入れるように、もう死ぬ気でやるんで、皆様、今後とも僕たちの動向を追っていただければとてもとても、楽しめるんじゃないかなと思っているんで、これからも頑張ります。はい、同じ気持ちです。日本を代表して海外で活躍できるように頑張ります。それでは本日東部日本ダンス選手権プロフェッショナルラテンアメリカン部門で見事優勝されました野村直人、山崎かりん組でした。おめでとうございました。